はい、どうもメロです。なんかね、面白いアプリがあるよっていう話を聞いたので、書こうよかな。なんかね、絵を描くアプリみたいなんですよ。ちょっとやっていきましょうか。うん、まあ同意しときましょう。遊び方の動画を見ますか。どうする？見とく？なんか長くなりそうだからやめとくか。ツイッターのあれとなんか、お、なんかいろんな人の絵がもうあるね。これ多分上げちゃったら、また権利とかでうるせえのかな？ちょっとこう、あ、書いてるところをか、そうか、ちょっと見たいね、見たいよね、みんなね、見に行ってみますか。僕絵は描けないですけど、全く全く描けないですけど、この実況が見れるっていうのでちょっとアプリを落としてみたんですよ。じゃあこれ書いてらっしゃる方の情報はモザイクかなんかで隠します。ちょっと見に行ってみましょう。32分やってますね。60分できるみたいです。おお、今色塗ってるんですね、これね。おお、なるほどなるほど。あ、ちなみに BGM はこれ僕が後からつけてるやつですよ。私がね、後からつけたやつなんで、あのアプリ自体にはあ、これ動かせるんだね、自分で。ピンチで。これ、いいのかな、これ。一応この人に連絡取った方がいいのかな。これめんどくせえな、そうなると。いや、隠すからいいでしょ。ダメなのかな。ダメだよ。みんなね。この、書いてらっしゃる方のね、絵を勝手に使ったりしたらダメですよ。あ、セーターなんだね。テーマは。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと、他の人の見てみますか。そうですね、今回のお題はセーターって出てます。人気作品ん？ブラウザーに行っちゃったな。あー、なるほど。いやいや、それはさ、おー、オリキャラ。オリキャラってのもね、よく見た。うまいな、オリキャラっていうのはね。よく聞いた言葉ですね。私が高校生ぐらいの時かな、ちょうどこの SNS っていうのが流行り始めた頃で、そのねえ、もう言わない、黒歴史だから言わないけど自分でオリキャラ作ってさ、なんかこう、要はなりきるわけよな。そのキャラクターに、誰も知らん、お前の中でしか存在してないキャラクター誰がわかんねんって話だけど、なんかでもこう、他人が絵を描いているのをこうライブで見れるっていうのはなかなか素晴らしいですよね。書く側のこの、なんかこう、あれはどうなってるのね。あ、これちょっと、これちょっとエロいっすよ。見てみますか。エロいの大好きだからね。あ、時間は自分で設定できるみたいですね。120分とかなってるんで。今どこを書いてるんだ？なんか
首元になんか黒いのが、なんだろうこれ。でこれデジタルで絵描くときってどうやって描いてんだろうね。レイヤーとかっていうのがわかる、あるのはわかるし、そのレイヤーという概念についても、まあ一応動画作ってるんで、編集してるので、あと、フォトショップとかをね、画像加工したりするので、結構、分かってはいるつもりなんですけど、まあそれとこれとじゃ、別なんだろうな。でもほら、フォトショップでさ、自分の描いた絵にね、フォトショップじゃないか、イラストレーターか、あれ。アドビのソフトでね、色つけるっていうのはよくある話みたいですからね。ね、おそらくこれ目とおっぱいはもう完成してるんですね。はい。いや、面白いですね。面白いですね、これ。同盟組もうよということで、かなり物騒なことを言ってる人がいますけど。ダメだね。ダメだよね。チャンネル登録者の人をいじるのは別にいいけど、これいじ、この人たちいじったらダメだよね。全然ね。割とマジでみんな上手くねえか。よくこんなん書けんね、デジタルで。やっぱりタッチペンとかを使ってるのかな。ってことは私今 iPhone ですけど、 iPad とかでやった方がいいのかもしんないね。じっくり見ると見るの違いは何だ？ん？これは今再生されてる？あ、これ出来上がったってこと？違うよね。何これ？あ、最初から見れるんだ。あ、こうやって書くんだね、やっぱね。このさ、この人体っていうの？デッサンっていうのかな？よくわかんないんだけどさ、書かないから。これすごいよね、実際。こんな簡素な線でさ、人間がどんな動きしてんのかってわかるってのは、やっぱ絵描きさんってのはすげえよな。うん、ちょっと見入っちゃった。ちょっとじゃあ、僕も書いてみますかね、せっかくなんで。うん、全く書けない、書けないですよ。書けないですよ。書いたことないですし、絵なんてほとんど。まあ小学校の時にね、まあちょっとカード書いたかなぐらいで。なんでおそ松くんがこんなにいるの？さっきもなんかいたよな。これかな。新規でキャンパス、キャンパス名、あー、じゃあ最初なんで、まあテストとかで、あー、なるほど、これが線の太さかな。おー、いいじゃん、いいじゃんね。いいじゃん。なんか書こうかな。じゃあ、この間のマイチーム動画で手に入れ、最後おまけで手に入れたケビンラブをちょっと書いてみます。やん、マジで、あら、ケビンラブさん出ちゃった。これデッサンをさね、まずこう頭がここにあるわけでしょ。こんなもんだろう、こんな感じだよね、みんなね。これにこうさ、こう、なんか、首的なのがあってさ、
首的なのがこうあるわけだろ。ちょっとこれ指だからちょっと普段の力出せないけど、でこう体があってさ、なんかでかいな、首ちげえな、なんだこれ。ちょっとこう誰かさ、こうあのラブのカードの格好してる人目の前にいてほしいんだよな。まあ、こんな感じだろう。実際これデッサンだからさ、この線はほら気にしなくていいでしょ。ほら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 、でこれがここ肩だから、一応ねここ肩だから腕をこうあって、このラブのパンパンの腕ね、こんな太くねえか。え、デッサンってこういうことなの？わかんねえ。わかんねえんだけど、二の腕があってさ。なんか、おい、これ、銃構えてるやつみたいになってきたけど、っていうのが、ここら辺手がわちゃわちゃってあってさ、ボールここに持っててさ、こんなんだったよね、確かね、ラブって。頭がちょっと小さいのかな。でも外人って顔小さいからね、変な線が出てきちゃったけど、まあいいか。え、結構さ、いいんじゃないのこれ。まあ、確かにこれ、この筋肉の質感みたいなのはちょっと出てないけどさ、でも手わちゃわちゃってあって、手はかけないの。それぐらい自分でも分かってる。で、こうレイヤーとかは、あ、こうか。こうか、こうか。こうだな。これで？え、新規レイヤーじゃなくて、複製じゃなくて、あ、これか。オッケーオッケー。なるほど。なるほどね。まず紙。多分レイヤーってこういうことだと思うんだよね。まず紙を書くよ。紙を。うん、ラブのあの、ほちゃほちゃってした感じ。こんな感じの紙。ほちゃほちゃってした感じね。ラブのあの、ほちゃほちゃってした感じ。こんな感じでしょ。ね。違うかな。紙だけ見てみます？まあこれ色つければこれ良くなるから。多分。じゃあね、顔はちょっと難しいから、次ジャージにしようかな。新規レイヤー。髪とかはもういいわ。ジャージは簡単だよ。バスケのジャージ書けばいいんだから。これがあってね。キャブスのジャージってなんかここにさ、こんなあのラインがあってさ、ラブこんなに筋肉パンパンじゃねえよな。まあいいか。ちなみにケビンラブって何番？もうそこら辺分かってないんだけど。ニックス以外の選手は全部石ころだと思ってるんでね。ちょっとカットします。じゃあここちょっと調べてくるから。はい、これね、これがいいね。なんか今書いてる構図、こう何を偉そうに、よく似てるからさ。これこのちょっとこっち側が見えてないのがミソだよね。ここにちょっとクリーブランドって、あれ、あんまり、こんなんていうの、弧にはなってないんだね。直線で書いてるんだね、クリーブランドって。じゃあ、ちょっとね、あの指ではちょっと書けないので、難しいから。これで許して。で、色つけないと。あ、顔書くか、その前に。顔だな。
顔な、ヒゲが、まあラブはね生えてるんですよ。生えてるんですよじゃねえな、知ってるよなみんな、そんなんな。髪をじゃあ出して、いややっぱり指なんでパーツが描けないから大まかな、だからヒゲ描いて終わるわ。目とかはちょっと難しいと思う。まあ、目点にするか。目点、点、点って。ほら。こうしてさ。あ、なんか違うな。絵描きとしてのプライドが出てきちゃったもん。ヒゲをね。おー、なるほど、なるほど。じゃあこれで色をさ、色を茶色のおひげなんでこれぐらいかな。あ、いいじゃん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 。ほらこんなんでしょねえ、ラブってこんなんでしょ。いいじゃん。あ、これで色つけていけばいいんだな。ジャージをね、色つけようと思いますけど、なんかこうペン的なものないの？ペン的なもの、これでいいか。じゃあクリーブランドのジャージはこれぐらいだよね。あ、ちょっと暗すぎるか。これぐらいだよね。ダメなんじゃないの？紙なんだからでしょ？ほら知ってんだから、そんぐらいで。ラブの髪の毛、このわちゃわちゃ感がねいい感じに。薄くねえか、おい、透けてんぞ。そんなハゲてねえよなラブな、まあ、確かにちょっと薄いなって感じる時あるけど、
よし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 よっしゃ。あとはヒゲだよ、ヒゲ問題の、ほら、あ、ゼロって書いてない。番号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 ね、書いてないんだよ。え、こんな色だっけ。え、これちょっとうざい、マジで。これはオレンジすぎんだよな。これでいいか。ゼロゼロ。そしてここにはね、効果というのがあるんだね。おー、なるほど。勢い線。え？なんだ？ああ、なるほど。お、なるほどね。ちょっと邪魔なんだけどな、この。こういうことか。おお、おうおうおう、いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ねえ。なんかちょっと、ずれてっけど。これ、勢い線、特殊効果は、あー、そっか、2つになっちゃうんだ。これ編集したいね。まあいいか。まあいいや。はい、できました。これを画像保存。ん？保存したの？はい、こんな感じ。ケビンラブです。まあまあまあ、初めてにしては悪くないんじゃないの？ねえ、このワンコそばで作ったようなケビンラブですけど、髪の色がちょっとな、違うな。こんな美味しそうな色じゃないもんね。ねえ、はい。ということで、はい。あ、いつでもここから見れるというわけですね。ランキング、はい、ランキング G、 ランキング G と比べてね、ちょっとぜひこの次回のケビンラブの反省にしたいんですけど、こうじゃないんだな。重いな。見るのな。はい。おおおお。プリキュア入る。ああ、なるほどなるほど。おお、おお、すごいな、すげえな。これはちなみに保存できるんですか？あ、保存できるんですね。はい、これと、はい、はい、これと、これランキング1位の絵です。これね。まあ、まあ、なんだろうな。
まあ、決定的に何が違うかって言われたら、まあ、皆さんいろいろ言いたいことはあるんでしょうけど、まあ、やっぱり一番の違いは この全体に右に寄ってるっていうところだよね、やっぱりね。ちゃんとこれ真ん中に来てるからね、これね。でもこれほら、もう左半身手抜きだから完全に。でクリーブランドの字もさ、残りは左半分にあるからって言ったくせにさ、このざまっていうさ。まあこっちをじゃあランキング1位なんで100点とすると、これはね、耳くそぐらいかな。はい、まあそんなことでね、はい、いや楽しいですよこのアプリ。こっちじゃない、これ書こうよかな。はい、どうやってこれランキングに出てきてるんだろう。この私のケビンラブはランキングに上げられないの？無理なの？レベルが低すぎて。見るってなんだよこれ。え？あ、え、私が書いたのは全て録画されてるんですねこれ。うわ恥ずかしいな。すげえな。じゃあこれ誰かが見てたかもしれないんだ。いやーすごいな。はい、でそんな感じで遊ぼうよですね。ええ、マイページ、アカウント持ってないからないか。はい、 1.47 ですね。もう結構でなんかやってるみたいですね。はい、ということで無料でこちら、利用できます。でツイッターのアカウントを連携させることで、それをユーザー情報としているようですね。はい、でもこの辺りにですね、投稿された絵とかイラストですねの、イラストの制作過程の動画であったり、その辺りの権利関係はこの辺りにまとめられているということのようなので、まあまあ単純に絵描く上では関係ないと思いますけど、私みたいなね、動画を他人の絵を勝手に写して動画にするみたいなやからが出てくると引っかかる、可能性が高いということですね。はい、こういうところかな。はい、近頃ね、絵描くみたいな仕事を目指してる人ね多いですからね、ぜひ、こういったアプリを使って、絵描きもしくは絵描き見習い同士で交流するというのも、まあ、楽しいんじゃないでしょうかね。ブロードキャストできるっていうのがいいですねこれね、コメント見たりして非常にまあ、新しいなんて言うんだろう、エンターテインメントではありますけれども、斬新でね、ただ言うほど革新的じゃないですよね。そのできたらいいなってみんなが思うようなことをちゃんとアプリにしてるっていう、そこら辺が素晴らしいんじゃないかなと思います。楽しかったです。ぜひね皆さん一度入れてみて絵描いて見てはいかがでしょうか。でもしね、この書こうよアプリを使用して何かね、絵描いたよという人がいればぜひね、私のツイッターの方に送ってきてください。これとねちょっと勝負してみたいんですよね。これはガチの初見で描いた絵ですからね。ダメですよ、なんか雑誌とか有名な絵描きさんの漫画
なんだっけ、ジャンプとかのさ、漫画道場とか、あれ読んで書いてきちゃダメですよ。自分で書く。書いたものをね、ぜひ私にこう、見せて、こうぶつけてきてほしいんですけど。いや、初めてにしては悪くないですよね。ただ、ちょっと左半身が手抜きだっていうところなんだよね。なのでね、ぜひ、書いたイラストなんかあれば、はい。ぜひ、私のツイッターの方に送ってきてください。ツイッターのアカウントの方は、じゃあ概要欄の方に貼っておきます。で、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども、私のチャンネルのトップページから、私のツイッターの、リンクが貼ってありますので、そちらからももちろん行けますので、ぜひ、どしどし、画像を皆さん書いてくれたね、絵、こちらを送ってきてくださるようにね、楽しみにしてますので、もしかしたら、予想以上に枚数くれば、動画でちょっと紹介しようかなというのも、まあまあ、その時考えますけどね。はい。なんでもいいですよ、モチーフは。NBA 選手であればね、なおさら嬉しいですけど、まあ、そこら辺は別に何でもいいです。はい。ということで、今回は、ちょっと 2K とは関係ないですけど、書こうよというね、お絵かきアプリの方、紹介いたしました。それじゃあ、絵の方、待ってます。秘密のチャット？何これ？あ、はい。お疲れ様でした。